はい、香川光政です。今回はリズムトレーニング、その3です。前回までのリズムトレーニングはファンクグルーヴに対して、まあ、イーブン系の、ノリでしたよね。で、前回まで2、4、8分裏。これと同じように、スイング系でももちろんこの練習が使えるというのを、実際に弾いてみたいと思います。ラインとしてはすごくシンプルな、ループできるようなラインということで、まあ、ドドミファファソラシシドというだけの、ループできますよね。まあ、イメージとしては、というような感じです。で、今回テンポ100でやってみたいと思います。これ100です。まずこれは4つ鳴ってるということで、こう、まあこういう感じですね。で、これを今度2、4で鳴らしてみます。で、今テンポ100だったので50にします。One, two, one, two, three.余裕があればラインを少しずつ変えていってください。これだけで十分練習になります。で、この2-4っていうのは、まあ、イーブンだろうが、スイングだろうが、まあ、シャッフルだろうが、ノリがどうであれ、大抵の場合少し鉛が出てくるんですよね。ファンクビートの場合は特に2拍目、4拍目のスネアが結構溜まってる、後ろ目に、ドン、パン、ドン、パンっていうことも多いので、そのタイミング、メトロノーム4つ鳴らしてると、それに対応するの難しくなってくるんですよね。よくあるのは、その4つでトレーニングしかしてない人っていうのは、2-4でそういうのが遅めに来る場合に、テンポが遅、この人遅いんじゃないかってドラマーに対して思ったりするんですよ。でも実際は、そんなこともなくて、2-4がただ後ろ目に叩いてるだけで、テンポとしてはジャストで来てることが多かったりします。で、それがまた、グルーヴのかっこよさにつながるので、それに対応するためにも、2-4で、例えば後ろ目に溜めた場合、ちょっと前気味に溜めた場合でも対応できるように練習しておくといいと思います。スイングなんかの場合でも、まあ、イメージとしては2-4は、スイングの場合は、この、ドラムセットの8等のを踏んでるとき、チッ、チッ、チッっていうのに該当するので、そのイメージでやってみるといいと思います。香川光政でした。それでは、また。